マップ右下のサブストーリーやって。もう、メイン進めちゃうよ、さらに。今日は。おっしゃ。これで全員ちゃうかな。ケース運ぶだけで大金もらえるってよ、怪しいよな。そやな。金になるバイト紹介するぜ。はい。金になるバイトしたい。ああ、悪くない、やろう。公園前通りの荻原。ちょっと置いといて、こっち行きます。ないないない。開けんとくか。なんやろな、開けた方がええかもな。うわ、どっちが正解やろ、わからん。まあでも先に。中か？お？お？ヒューガやん。ヒューガが、千秋のためにカバン買いに来てる。怖いな、お前。ああ。そうか、そうか。ここでプロレス教えてくれるんやな。ここで？地上最高の格闘技、プロレス。わかるぞ、ヒューガ。いや、ここでファイティングポーズはやめなさいよ。お前のプロレススタイル、俺が奪ってやる。なんやねん。なんやねん、奪ってやるって。ああ、怖い時のヒューガやん。痛い痛い痛い。エルボーって返すのもいいよな。あかん。よいしょ。どっちがプロレスかわからん。あかん。よし、これで止めようか。でへん。くそ。難しいよ、一回転パンチっていうのが。今出る？でへん。なんか根元から当てたら強いみたいな感じかな。それ取られたら、それ取られたら嫌どす。いや、痛い痛い。お前本気やないか。
そう、もう膝とかついてても関係ないやな。やっぱやばい。いや、うお、いてててて、いてててて、結構痛い。よいしょ、もうやめてくれヒューガ。ほら、うわ、まだか。このこんな戦闘で、こんな戦闘でなんか使わなあかんと思う。いや、使わんでもええやろ、勝てる勝てる。あぶねえ、おら、さすがヒューガやで。よかった、レベルアップした。あ、スーパーモンキーボールのあの猿のライバル、はあ、どっちにしろいらんわ。よし、プロレス。ああ、うん、ありがとうヒューガー。なんやろ、おお、うわ、結構早い段階でヒューガーとはお別れなんや。なんか秘伝書もろたで、秘伝書。何やろ、パンチか、ローリングラリアット、違うな。おお、ポンポンケン、キックか。うわー、連続、え、連続回転脚撃、凄まじき蹴りの嵐を避ける術などもはやない。諦めてモテるやん。正直レッグ演武脚ダサいからな。アクセルレイジか、欲しいな。その前に修行しよう。よし、アクセルレイジ覚えようか。お、悲しいな。うわ、挑発と見せかけての、極みの間はあんまり意味ないけど設定しとこう。よし、アタッシュケース運びやな。いやー、開けんとこ開けんとこ、開けた方がええかもしれんな、開けた方がええかもしれんねんけどな。いや、ちょっとどうしよう、セーブしようかな、セーブしよう。
開けたらなんかすごいやばいもんで、それを知った達也が、公園前通りまでまだまだあるよ、なんだよこれ重すぎだよっていう、これ、そうか、アタッシュケースのやつか。同じように運ばされてるやつがいっぱいおるんや。なんやろうな。いや、その箱を開けることによってよりいい展開になるパターンあるかもしれんからな。ちょっとセーブしてみよう。まあ、開けずにまず行ってみて、問題なさそうやったらそれでいいし、あれなんかもっとなんかあったんちゃうかなっていう感じやったら、ロードするみたいな。セーブします。そう言っても、開けるチャンスがさっきので最後やったかもしれんけど、もしかしたら。またランキングバトルでスタイル経験値稼がなな。順位が上がったらもう稼がれへんと思ったけど、下位のやつに負けて順位下げればまた戦えることが分かったから。なんで分かったかというと、金稼ごうと思って、1位の時に、2位のノブと戦って、普通に負けて 普通に負けて順位が下がったっていう。さあ、荻原。2万5000円か。なんかしょぼいな今の。中身が何だったかなんてどうでもいいか。カンってなってるな。ああ、じゃあ問題ないんかな。え、ちょっと開けるパターンも見てみたいわ。この辺か。くそ。よし、開けてみよう。ちょっとだけやから。写真が山ほど詰まってる。全部同じおっさん。おい、待て。あ。おお、こうなんのか。あれ、荻原じゃないやん。やっぱ開けた方が面白い感じやな、これ。ほっ！おお！あー、出へん。3回目の回し蹴り、完全に空振りしとった。1万円。ほほ。ほほ。よっしゃ。大変やな、お前も。よっしゃ、よかった。そんな感じがしたんよ。よし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 。ああ、よかった。いやー、いい判断でしたね。あれ、このとこあったっけ、サブストーリー。
無料案内所か。ああもう困るなあって言うてるわ。うん、あなんや、入る入る。女の子なのにいつまでもこんなとこ居座られたら困るよ。あ、なんや。助けるけど。おい。なんやなんや。何や、吐かしてんだ。ああそうなんや。ああ。ああ。ああもう怖い。三発目。よっよっよっしゃ。渋い。振り回してへん方の足めっちゃ燃えとった。あ、行くみやん。何ねこいつ。はあ、親父探しとったよ。誰が黒ジャージやねん。あ、そうやそうや、プロレスを手に入れたから喧嘩してやれるわ。うん、うん、そりゃミスタープロレスはプロレススタイルやわな。遠いな。ガハハハ、ビバプロレス。コンビニ前で。おい。まあまあ、プロではないけど。初めて使うからな、プロレス。どんな感じやろ。来いよ、来いよ。とりあえず技。ジャイアントスイング。逆水平かの。うわ、二段しかない。やべえ、だだだ。
ね。エルボー、ギロチンドロップ、ニーリフト、ギロチンドロップ。おお、ブレーンバスタースラム、バックドロップ。うわ、シンプル、ただ叩きつける。あー、ラリアット。よっしゃー、綺麗なバックドロップやな。よし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 。やっぱさ、夏つかみ攻撃は増えていくんやな。怪我負傷度軽減らしいな、プロレスらしいな、いいな。超重ハイキック、ああ、おい、ビバプロレスは流行らへん。で、記者のとこに戻るのもええけど、もうこのまんまカラオケ館の方行こう。ん？ドンキホーテ前。ああ、そしてあとラーメン屋の前も見回っとくか。クレーマーがおるかもしれん。おらん、大丈夫。いや、ドンキホーテやな。タクシーがないから、もう移動ルートも最適化していかんと。竹中は仕事熱心やな。ふう、来たよ。仕事しろ。お前のことなんか知るかよ。ああ、天下一通り。こうか。どこや。めっちゃ若者に嫌われてるやん、もう竹中。コンビニな。あー、わからん、動画わからん。ポッポってどこのやつや。お、ポッポやし、こっちは？ここは M ストアか。ここと、ここだけか？あ、ここにもある。とりあえず近いとこではないわな。いつまで脇なぞっとんねん、こいつら。ホテル街行け、ホテル街。ここじゃないな。一番遠いとこか。ビバプロレスのとこか。ああ。ええ。誰が悪党中の悪党やねん。殺すぞ。千人殺しの残虐ドラゴン。ダサー。ああ。ああ。
あ、天馬。もしもし。達也。うん。ああ。なんで合流するんや。電話ボックス近かったな。セーブしろってことやな。セーブしまーす。よし、行こう。プロレス最強を示そう。どんな戦闘が起こっても。まあ、プロレスっていうか、まあ、つかみ、最強ってことなんですけどね。よし、すごい矢印の数。木戸博士。おう、いたか、竹中。あそこだ。なんか若い奴らと話してるな。行ってくる。ま、待て、達也。いきなりはまずいだろ。ちょっと、様子見ようぜ。俺には時間がねえんだよ。こんな表通りで騒ぎが起きて、他にも警察が来たら終わりだぞ。冷静になれ、達也。分かって。天馬助かるわ。動いたぜ。とにかく後をつけてみるか。警察相手に尾行するってこと。見えへんのに近づきすぎかって言われてもな。とりあえず止まってる間は死角をしとこう。近づきすぎかっていう文字が出たらボタンを押しときゃやな。消えたら進む。あ、止まってる。あ、振り向いた。振り向いた。怖っ。こういうことあるんやな、やっぱちゃんと。いや、怪しいやろ、これ。ちょ。いや、ちょっと見えへんのやめてほしいな。わからんもん、この時どうなってるか。こっち見てた、見てたやん、もう。それがわからへんもん。この視点じゃ。あれ、どこ？え、どこ行った？え、わからへん、どこ行ったんよ。嘘やん。いや、それは、今のはちょっとどうですか？ミニマップを見て判断せなあかんかったってことか。尾行パートいるかなこれ。このゲーム。あ、なんかイチャついとった今。ここでミニマップの方を見るしかないやな。邪魔やなこいつら。ああ、よかった。ああ、よかった。待ち合わせか。なや、花。人が死んだ。あれが次の対戦相手の蝶だ。なんだ？二人で拝んでやがる。なや。誰かここで死んだのか？蝶と竹中が顔見知り？どういうことだ？くっそ、この距離じゃ会話が聞こえやしね。なんやなんや、どういうことや。竹中に直接ぶつかるより蝶に情報を聞くべきか。まあまあ、俺明日絶対勝つ、約束する。
右京達也、何の用だ。竹永と何話してた。お前には関係ない、消えろ。そうはいかねえんだ。俺にも事情があんだ。こんなとこでやりたがねえが、喋らねえってんのは無理やり吐かすまでだぜ。お前はドラゴンヒートのリングで潰して初めて意味がある。ここでやっても何の得にもならない。教えてもらうまで逃がさねえぜ。なんならてめえの墓をここにして、その安っちい花でも飾ってやるよ。この花は俺のじゃない。じゃあ誰のだ。お前の女にでもやるのか。どうせブスなんだろ。そんな、ママのことを侮辱するな。竹中とはどういう関係なんだ。竹中さんはあの事件以来お世話になってる人だ。事件、やっぱりなんか知ってんな。15年前の。教えろ。うるさい。お前らみたいな日本人にママを殺されたんだ。殺された。火事やったっけ。ママ誰のことだ。そうだ、早く話しちまえよ。黙れ。そんなに教えてほしいか。なら明日リングに上がれ。俺に勝ったら教えてやる。でも俺は負けない。絶対に負けない。二度とその口聞けなくしてやる。あ、なや。偉そうなこと言ってさ、ピンクのチラシ配りやってんのかよ。お前に何を。ああ、もう。生きてきたやつに。天馬うちは金持ちやから。天馬。うわ、怪力やな。大丈夫か天馬。明日だ。明日がお前の命日だ。はあ。気をつけろ。あいつめちゃ強え。ぜ。ああ。でも。あいつの目。え？昔のお前みたいだった。蝶のやつ、誰に向かって拝んでたんだ。マーマってやつか。ここの更地で何かあったのか。そして竹中が追ってる事件、あいつ何調べてやがんだ。まあまあまあ、母親やってまず思いつくやん。まあまあって言ったら母親やって。どこや。マップに何も載ってないということは、この路地を出ようというとこでもう携帯が鳴ったりするか、すぐそこに誰かおるかやな。人がおったから慌ててつけ足しました。手分けして情報を集めようみたいなこと言って、天馬一歩も動いてないやん。お？おう。超エキサイティングなおもちゃかもしれへん。ああ。ピンク通りの裏路地。裏、お、なんや。男漁ってんじゃねえよ。なんかこう
はい、達也の喋りはいいね、もう何も考えんとすぐそのまま言いよるから。お、ここやな。はあ、お、桃源郷、あそこか。なんええやつやな。なんか買わされるんちゃうかと思ったけど。桃源郷ってあそこか。あ、うん、ここやな。陳さん、お馬さん、うん、まあそれは中国憲法使うのは嘘やわな。おら、エルボーからエルボースマッシュになった。おお、おお、パワースラムというか。おお、ファイナルカット。やばいな、プロレスやばいな。よしよしよし。うわ、ルチャが来た。さらに、うわ、武器マニア。そうかそうか、プロレスは狂気攻撃するからな。そっからの派生で武器マニアなんや。いらん。もうほぼ日本語でも母親やって。うーん怖い。殺すよくない、殺される、うん、もっとよくない。あー、ライブアリーナの更新もっと面白い、あー、ライブアリーナの更新、もっと面白い場面で来てくれ。それ来るんやったらなるべくシリアスな時に来てくれ。そうか、若者やのに、スナックに軽々しくスナックで集合とかして、俺はまだ働いてるやつの弟やからええけど、ええけどっていうか、まあまあ、うん、ええかどうかは分からん。まあまだまだええけど、天馬はもうあかんやろ。あ、天馬ブサえ、天馬の顔あれ、え、マジか、あれ天馬か。何クルクルしてんねこのサラリーマン。PSP やからな、結局天馬を外で待たすっていう。あんなにブサイクやのに待たすっていう。はあ、天馬あり、ここで待っててくんねえか。
わかった。かっこやろ。行ってこいよ。あり、すぐ戻る。いらっし、あら、珍しいお客さんだわ。姉貴に聞きたいことがあんだ。せっかく来たんだから、ちょっとぐらいは飲んでいきなさいよ。未成年や。まだ飲めねえよ。そうだっけ？でも、陰で飲んでんでしょ？まあいいわ。それで、私に聞きたいことって何？チャンピオン街の外れにサラチあるよな。あのサラチがどうしたの？最近、あそこで殺人事件があったとか聞いたことねえか？そんな話、聞いたことないわ。本当か？本当よ。15年前に火事があってから、ずっとサラチのままらしいけど。15年前に火事？私も、古いお客さんにちょっと聞いただけで詳しくは知らないわ。それがどうしたの？いや、別に。そっか。もう行くの？ああ、また来る。あっそ。兄貴、いつまでそんな格好してんだよ。別にいいじゃない。そっちがそれでいいなら別いいけど。うん？別いいけど。兄貴は何がしたいんだ？お金儲け。次は？玉の輿？次は？それだけ達成できりゃ文句なし。姉貴見てるとさ、なんかイライラすんだよ。なんか私だけが頑張ってます的な。何よ、いきなり帰ってきたと思ったら、そんなこと言いたくて帰ってきたわけ？そもそも私は暴れて毎日暮らしてるあんたのためにどれだけ。分かってる。感謝してるよ。おお。何よ。分かってんだよ俺だって。姉ちゃんが頑張ってくれんのも、今までの姉ちゃんのいろんな気持ちも。達也。ずっと分かってないふりしてたんだ。ごめんな。おお。姉ちゃん、ごめん。金もねえくせに偉そうに言えねえけど、でも俺だってちゃんと稼いで、少しでも姉ちゃんを楽にって気持ちは。いい。そんなのはどうでもいい。ありがとう。え？あんたがそういうことに気づいたのが嬉しい。そうだよね、達也。お金より大事なものがある。なんか私も諦めかけちゃってたんだな。でも俺本当に金稼ぐ気もあるし。だからいいのよ。あんた基本的にバカなんだから。お金に走ったらまた大事なもの忘れちゃうでしょ。え？忘れないで。今日の気持ち、たった一つのことだけど、それさえあればそこから全てやり直せるんだからね。あんた、しばらく見ないうちになんだか大人になったね。遅かったじゃねえか。すまねえ、いろいろあったんだよ。なんだそりゃ。不良が。今日達也だな。ああ。おめえら何者だ。俺たちのボスの処理のため、腕の骨の1、2本は確保してもらうぞ。お前ら小老会か。これは長の命令か。ボスは関係ない。だが明日の戦いに勝てば、ボスのママを殺した犯人がわかる。蝶の母親殺しの犯人が？二岡組長がボスのママ殺しの犯人を知ってる。そしてボスがお前を倒せば教えてくれることになってる。何？それにゆくゆくは我々がドラゴンヒートを手に入れるための大事な戦いでもある。そのためにもボスの勝利を揺るぎないものにする必要があるんだ。なんだと？ちょっと待てよ。ドラゴンヒートの分は俺抜きで何勝手に盛り上がってんだよ。発音よくしてほしいな。ダコは黙ってろ。誰がダコだ。やめんのも大概にしろよ。お？あ、タッグ？天魔とのタッグってことか。なるほどな。
不良が普通のこと言うとめっちゃいいこと言ったように見える理論な。最たるものやな。効果抜群やったな、姉ちゃんに対して。俺が相手してやるよ。カモン、カモン。よし、行こうぜ、天馬。おお、すげえな。て、やるな、天馬。サメ。掴まれてる。おっしゃ。おお、うわ怖い、めっちゃ怖い。おお、今何もないとこに尻餅ついたのは民家のことにして。めっちゃええやん、こう掴んでからの唾液。ラリアットからそのままエルボードル。おお、何したかわからん。ちょっと待って、さっきのタッグも、タッグコンボもまだやりたい。めっちゃ怖かった今。あー、でも時間ないな、時間ないっていうか、人が増えてきたら鬱陶しい。どうしてる？見えへん。よし、あー、やられた。よいしょ。おふふふ、マジか。攻撃がすげえ。よっしゃ、やってまおうぜ、テンマ。頑張れ、天馬。よっしゃ。ほら、怖っこれ。これめっちゃ怖い。あー、でも気持ちいいな。使えるな、デンマ。うん、よし、オッケー。いらっしゃいませ。おい、ずっとカルビ焼肉定食を食ってたんやけど、最近牛焼肉定食がまたうまくなってきたな。ありがとうございました。牛焼肉定食をカルビ用のあのタレで食うっていうのかな、今一番うまい。松屋はうまいな。よし、今日は一気に2000やっちゃうよ。よし、はい、セーブします。いや、ちょっと待て。3人見よう。上3人行くか。
こんな胸のとこはこんな風になってたんやね。緑と黒が。なるほどなるほど。秘密をしてみよう。うわ、大人の色気出したい。ええやん。3人だけとかいうことするほどのもんではないな。全部見よう。はあ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 。秘密は？カムロ町においでよ。今日も麗華はここに。いるのいいよ、行くのいいって書き間違えてるっていうこと？え怖い。ミキレイが怖い。次瀬戸光さん。ああ。いつショータイム。秘密は？明日はカムロ町でグラビア撮影です。早くみんなに会いたい。ああなるほどなるほどな。沢口恵子ちゃん。ああまあまあそのなんか清純派というか。秘密は？ヤッホー、今日も私は元気1000倍。マジでこんな文字なん？え、なんなの？水着着て写真撮られる人たちの文字って全部こんなんな。魚住愛ちゃんは？ああ。父やな。みんな元気かな？みんなの笑顔は私を元気にしてくれるよ。なるほど。うん。OK。柴原舞が黙ってないから。うん。舞ちゃん。あ、ショートカット。セクシー舞舞はいかが？なるほどな。この写真の下乳。この写真の下乳がちょっとまあ。なかなか、加瀬真由子ちゃんかな。これがこれの怖さが。これの怖さがちょっともう尋常じゃないねんな。これ怖いわ。これほんまに怖い。もうなんかそのなんか若月千夏系のあれなんかな、よくわからない。いや、上か下やな。上か下の二択やな。二択って何？別に選べへんし。別になんもないし。さ、試合しよう。達也くん、今日の試合はあんまり言うなよ。達也くん。公開処刑になる。いや、それは向こうの方が強かったらの話やろ。何？俺のこと好きなん？え、だからさ。プロレスを信じろって。
動きは遅いんや。行くよ。試合前にそんな話できんの？頼むから負けてくれみたいなこと言うてくるんかな。孫から話を聞いた。怪我はないか？細かいこと気にすんだな。万全の状態のお前を叩き潰さないと戦う意味がない。ボロボロのお前に勝っても約束を守ってもらえないかもしれないからな。母親の仇の正体を教えてもらう約束だからな。そのやつ余計なことを。でも話はできすぎだとは思わねえのか？二岡がまともに約束を果たすとは俺には思えねえ。関係ない。もしデタラメなら二岡組長を殺すだけだ。怖い。それじゃあお前、ママの仇は必ずぶち殺す。だがな、俺が戦う理由はそれだけじゃない。何？お前は俺の野望のための生贄にする。お前を倒して俺自身の目的を果たしたら、二岡組長と組んでドラゴンヒートをこの手に収めるんだ。俺はカムロ町のマフィアを仕切る。全てを手に入れる。トップに立つ。そのためにお前を倒して。なんだよそれ。コマやってただの。敵討ちついでに野望も達成てか。笑わせんな。何を？そうか、分かった分かった。でも俺もお前には聞きてえことが山ほどある。試合が終わってからきちんと喋れるくらいの体力は残しておいてくれよ。対戦相手の超は強いわよ。超強い？戦いで3戦3勝な。超強い。全ての対戦相手は再起不能の重傷。前回のファイトなんてレフェリーごと半殺しよ。うわ怖っ。ていうかレフェリーおった。リング上で見せるギラギラした殺気はまるで。超怖い。ここに来たばかりのあなたみたい。またそれか。そんなに俺に似てんのか？今はそんなことないよ。でも。でも強さは殺気と関係ないって分かってきてるでしょ。ああ、でも気合までは抜けちゃいねえぜ。気をつけてよ。この勝負蝶にもいろいろ事情があるみたいだからな。事情？どんな？自分の母親殺しの犯人探し。言うんかいな。あとこのドラゴンヒートを乗っ取るんだとさ。え？まあいろいろと考えてるみたいだな。でもなんか違うんだよ。何が？蝶の気持ちもわかる。でも母親の形超わかる。ドラゴンヒートを乗っ取ること、なんかそのやつの狙いがいまいちピンとこねえっつうか。おっさんよ、アドバイスは？ない。なんだ冷てえな。超冷てえ。オーザヘッド。もう誰もこいつを止められないのか。ドラゴンヒート破竹の6連勝。カムロ恐竜右京達也。今宵竜を食らいて覇王となるか。カムロの孤高なる狼コロウカイボス超コーメ。さあ右京達也、この戦いに勝利し連勝記録を伸ばすことができるのか。超孔明が勝利しドラゴンヒートの新たなスタートして君臨することになるのか。地平の上を這いずり回らせてやるよ。俺も負けるわけにはいかねえんだよ。はあ、格闘武術。うん、打撃メインってことよな。おお、よいしょ。痛いかそれ。よっ、よいしょ。痛っ。ああ、これが渋い。ほら早っ。
うわ見えとるよ。よし、フェンスも使うんやで。うまいこと聞け。なや、痛い痛い。くそ、まあまあ多少攻撃を食らった方がレスラーは燃えるから。こんだけ食らって、こんだけ食らっても体が壊れへんのがすごいな、さすが。おお、さすがプロです。よいしょ、よし、あ、ちょっと毎回食らいすぎか。あ、だだだ、あおお、いてててててて、やばいぞ。うわ、ここでかわされると痛い。うわ、どっち向いてる。よいしょ、きた。うわ、さすがに掴みのレベルも上げといたから威力がすごいみたいな。うーし、答えなよ。その涙何の涙だ。お前みたいなガキ、俺の野望が、ふざけるな。野望の方やったら、開いてるぜ。なるほど。ああ、くそ、くそ。なんだ、そんなにマフィアのトップになり損ねたのが悔しいってか。違う。じゃあなんだ。俺は見失ってた。ママに顔向けできない、バカだった。全てを失った。そうでもねえんじゃねえの。それに気づけりゃマシなんじゃねえのか。さあ今日は上がるか。やけに早いな。試合中にもう片付け済ませといたからね。あ、試合中？試合見てなかったのか。でも勝っただろ。おい、お前らちょっとひどくねえか。俺が最近調子いいからってよ。私は見に行こうとしたんだけど、先生が必要ないって。今のお前にはあの程度は敵じゃない。あの程度って結構、いやかなり強かったぜ。相手に重傷を負わせて3連勝中って話。確かにこの戦いにかける気迫だけで言うならわずかだが、蝶の方がお前を上回っていた。ならなんで俺は勝てて当然だと思ったんだよ。さっきお前さんが言ってた話だ。蝶が戦う目的だ。うん、母親の仇探しか。もう一つの方だ。ああ、ここを乗っ取るとかいう話。今回の勝敗はそこで決まった。肉親に関する恨みは怖い。しかし私利私欲が交わるんなら、それは目的が変わる。つまり拳の意味が変わる。拳の意味？そうだ、私利私欲のために使う拳は影の気をまとった殺人剣。結果が表だからええけど。だが今のお前の拳は違う。戦う相手のことさえ思いやることができる陽の気に支えられた殺人剣。人を生かす拳だ。俺の拳が人を生かす。お前最後の一撃に何を思った？
目を覚ましてやりたかった。そして現に蝶が気づいた。お前の拳によってな。とはいえまだまだ未熟だがな。喋れる元気あっか。ちょっときついがんな。幕の内一本になってきてる。その傷は試合でできた傷じゃねえな。これはさっき女格組のやつが来て。何で例の母親の仇の正体は。あれはガセだったよ。試合に負けた俺のところに女格組の連中が大勢来て、散々痛めつけてくれた挙句、帰り際その中の一人がわざわざ捨て台詞に言ってったよ。そうか。俺の知ってることなら全て話してやる。何か知りたい。竹中に何を聞かれた。竹中さん、何も聞かれてなんかいないさ。何、じゃあ何しに竹中は来たんだ。ママに花を手向けに来てくれたんだ。15年前の火事ってやつか。火事違うね、あれは放火よ。ママ殺されたんだ。放火、なぜだ。その事件しっかり教えてくれよ。15年前、チャンピオン街一帯を再開発する計画があった。そのことで連日のように立ち退きを強く迫られていたんだ、登場会の連中に。登場会だが、チャンピオン街の顔役でもあった焼肉屋資金城の店主金光って人は強く抵抗した。資金城はマーマが雇われていた店だ。そしてある深夜、店に火の手が上がった。地上げに絡む放火か。で、やったのは東城会の連中か。警察もその線で調べたが、東城会内部のゴタゴタもあって捜査は難航。そのまま捜査本部も解散。結局犯人は分からずじまい。すると間もなく再開発計画も頓挫。そして事件自体誰からも忘れられちまった。たくさんの人が死んだ。マーマも金光さんもその奥さんもパートの人も。マーマを殺したカムロ町のヤクザ、捜査を辞めた警察、俺を嘲笑ったやつら、俺はこの国が憎い。そして俺は俺と同じような残留孤児三世を集め、孤狼会を作り、この国への復讐を誓ったんだ。居場所がねえんだ俺たちは。誰も助けてくれない。お前らにはわからないよ、ぬくぬく生きてきたお前らには。夢なんて持っちゃいない、持とうと思ったこともない。だが強さには自信がある。だから俺だってプロボクサー目指したいさ。アメリカ渡って本場の総合格闘技チャレンジしてさ、金に余裕さえあればな。こんなリングでなんて戦いたくなんかねえさ。だけどその日を生きるので精一杯なんだよ。くだらねえな。悲劇のヒーロー気取りか。なんだと。てめえが何人なんかどうでもいいんだよ。関係ねえだろうが。お前に俺の何がわかる。いい加減にしろ。もしも金があったら、もしもあの時マーマが殺されてなかったら、親がいなくたってやるべきことはあるだろうが。金がなくたって大事なもんはある。自分の強さは信じてんだろ。人間一つでも信じられるものがあれば、そっからやり直せるんじゃねえのか。マーマへの気持ちもう忘れてるのか。過去を呪う力があるなら未来を望む力にしろよ。めっちゃええセリフ言うやん。竹中さん、忘れていた。ごめんなさい。竹中さんもその言葉を言ってくれた。ほんのちょっとやけど目光った。眩しい言葉だ。お前、竹中とはどういう関係なんだ。竹中さんは15年前の放火事件を担当していた刑事さ。え、あいつ少年課だろ。当時は捜査一課だった。そうなのか。身寄りを失った俺によくしてくれたんだ。放火事件の時効が近いってことで最近連絡が来るようになって、昨日久々に会ったんだ。
時効が近いのか。でも竹中は今少年課だ。ってことは部署が変わってもコツコツ一人で捜査してたってわけか。多分そうだろうな。竹中は放火犯の目処はついてたのか。いや、でも。でも戸田という男をいつも気にしていた。戸田？戸田？戸田や、戸田。戸田か。どうした？ちょっと見えてきたぜ。サンキュー。ああ。あんたこれがどうすんだ。やっぱりマーマが誰に殺されたのか突き止めたい。それがわからない限り過去を乗り越えられない。だから俺なりに事件のことを調べ直してみるつもりだ。そうか。俺も何か分かったらあんたに必ず連絡するよ。ありがとう、パン屋を。おお、おお、パン屋をか。パン屋をって何やろうっていう顔やな今の。どうやら竹中のおっさんは俺をとっ捕まえるだけの死神ではなかったようだ。竹中は15年前捜査一課にいた。そしてその頃起きた放火事件の時効が迫っていた。その捜査をコツコツやっていたんだ。戸田を追っていたのもそのことかもしれない。当然札の他の連中も戸田を殺した奴を本気で探す。一瞬犯人は茎かと思ったが、その茎も襲われた。おまけに現場には誰の仕業か俺のブレスレットが落ちていた。見えない影がまたたくさんいる。でも絶対に無実を証明してやる。無実ではないけどな。無実ではないんやで、たっちゃん。やることはやってるんやで。殺しまでは ないかもしれんけどな。うん、セーブします。第8章中連勝の密約。戸田も殺されて久喜も襲われちまうなんてな。戸田は久喜の右腕だったが、久喜の利権を狙ってた。戸田は内通者の疑いがあった。そして戸田が死んだ。犯人は当然久喜だと思った。でも今度は久喜が襲われた。ここで訳が分かんなくなっちまった。で、長が言うには戸田は資金所放火事件に関わってた可能性が高いんだろ。ああ、竹中がずっと気にしてたっていうだけで可能性だけだけどな。ああ、15年前のチャンピオン街の資金所放火事件ってのがなんかいろいろと関わってるように思えてよ。なんで？その放火事件もうすぐ時効らしいんだ。そうなのか。今回の一連の出来事、戸田殺し、久喜襲撃、全てがその放火事件の時効間際の今急に起きたってあたりがな、偶然なのか。なるほどな。じゃあ戸田が殺されたのもそもそも達也とは無関係で放火事件に関わっていたのが殺された理由ってことか。ああ、そして久喜も何らかの形で関わっていたから襲われた。そう考えれば全ての辻褄が合う。でも全くの想像だけどさ。ああ、放火事件のこともっと詳しく長に聞いとくんだった。あとは竹中のおっさんに直接聞いてみるしかねえな。そりゃ危険じゃねえか。竹中はお前を疑っている。捕まっちまったら全て終わりじゃねえか。でもここまで来たら戻る道はねえよ。前に出て切り開くだけだ。おい、竹中の携帯を教えてくれ。ったく、一度言い出したら聞かないのは変わんねえな。ほらよ。どうしたんだこの携帯。必要になると思ってな。お前の分一台契約しといた。お前すげえな。どうせ久喜から渡された携帯しか持ってないんだろ。あれじゃ誰が聞いてるかわからねえ。プリペイドだから盗聴の心配もないぜ。悪いな。ネットで買ったやつだからな、足はつかねえ。困った時は俺にならせよ。ビシッと参上するからよ。ああ、サンキュー。気をつけろよ。もしもし、竹中だ。右京だ。右京達也、お前どこにいる。探してたんだぞ。今は言えねえ。なあ、おっさん、
あんたなんで俺を追いかけ回すんだ。説明するまでもない。保護観察中のガキの面倒を見るのが俺の仕事だ。冗談やめようぜ。あんたが追ってんのは15年前の放火事件じゃねえのか。なぜそんなことが気になる。今度はだんまりか。誰に聞いたかは知らんが、まああれだけ逃げ回ってるってことはいろいろ察しはついているようだな。達也、お前戸田殺しで一家からマークされてるぞ。何？長楽周辺を調査してたところ、戸田が経営する闇金事務所にお前が入っていく姿を捉えた防犯カメラの映像が出てきた。そしてその事務所からはお前の指紋が多数検出されたんだ。殺したのは俺じゃねえ。確かにあいつをぶっ飛ばしたが、この間長楽の2階の窓に生きている戸田を見たんだ。つまりあいつは生きてた。俺の目に間違いはねえ。分かった。お前を信用するよ。あ、本当に信じてくれんのか。今はな。真実はいずれわかる。それより、なんだ。お前の指摘通り、俺は戸田のことは15年前の放火事件で追っていた。やっぱり戸田が火をつけたのか。いや、そこまではっきりわからん。でもどうやら金光は放火事件の前から戸田に脅されてたみてえなんだ。聞き込みからやっとわかった。だから追っていたんだが。そこまで分かったんならその時点でとっとと捕まえればよかったじゃねえか。そうしようと思ったら突然戸田が行方不明になっちまって殺されちまったんだよ。ああ、そっか。でクッキーがやったのか。まあそう思うわな。だが今度はそのクッキーがやられちまった。俺もここら辺で訳が分かんなくなっちまった。一緒かい。なんだ、何がおかしい。お前こそ日頃クキ組の連中とつるんでるのを目撃されてるぞ。何か知っているんじゃないのか。知ってたらおっさんに電話なんかしねえよ。俺が殺したと思っていた戸田は生きていて、その後誰かに殺された。もし戸田が放火の実行犯だとすれば、やったのは共犯者か、それとも放火を指示した別の人間が時効間際になってバレるのを恐れて口封じで殺したのか。でも竹中も結局俺と同じくらいの情報しか持っていないようだ。おい達也、いいか、とにかく下手に動くな。いずれにせよ相手はプロ中のプロだ。戸田殺し、クキ襲撃、それぞれの犯人は俺が必ず捕まえる。保護観察中のお前がこれ以上トラブルを起こすのはまずい。おとなしくしていろ。おとなしくしてろっつってもよ、おっさん以外の警察は俺を逮捕しようとしてんだろ。俺なりに当たってみる。なんか情報あったら連絡するよ。おい達也、ドラゴンヒートもあと3勝で自由の身だ。今捕まるわけにはいかねえ。自由になったら戸田を殺し、クキを襲って犯人を絶対に見つけてやる。さあどうやって探すか。自由にはならへんね。警察が狙ってるから。ああ。いやームービーのボリュームがすごいよな。柔術きた。柔術、そんなんまだ見たこともないぞ。警察多いけどね。うん、はあ、よし。この動画のパート1上げるときに、なんかその
キャッチコピーみたいなもん調べようと思って公式サイト見に行ったら、黒ひょうのムービーはなんか300分以上あるみたいな300分以上のなんかすごいボリュームのムービーがあるみたいなこと言ってて震えたんですけどもね。だずっと上げていく中で10パート分ぐらいはムービーってことだよね今ムービー今んとこ何分見たんやろ、あとどんなもんやろ。多分10章で終わりやと思うねんけどな。うん、じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。また猫集めと、手に入れた流派のレベル上げ、やっとこう。まあレベル上げたらボス戦も、うん、そんな問題ないし、サクサクっと最後までいけると思います。うん、やったことは消えへんにしろ達也は悪いやつではなさそうやね。まあやったことは消えへんけどね。うん、面白くなってきてますね。早く続きやりたいけども、ちょっと今日の録画がもう5時間近くになってきてるんで、終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあまた次、よろしくお願いします。お疲れ様でした。